はい、それではね、本当は今日発送のはずがね、なんか知らんけどめっちゃ早く来た。気になってたんちゃいます？うん、ほい、まだ何にもしてない。よっこいしょっと、うん、どうアンカーのソリックスの 300CD かな、あ、じゃ DC かな、よいしょよいしょ。これは電源がついてないやつね。電源ついてるやつはもっとでかいね、いらんねんその代わり、あの旧型じゃなくて新型は DC がついたんで、あのシガーがついたんで、家電使えそうで、これ上光るんですよね。明るい明るい、ランタンにもなるっていうね。出たばっかり。まあ予約販売してんのかな今。私はもう9月9日に予約したんで、で買いましたけどね。さあこれでご飯炊きたいと思います。9万ミリアンペアの300ワットなんで、よっこいしょ。これ多分たけるくんで調理できるはずなんで、これでご飯炊きたいと思います。まあでも本当はモバイルバッテリーなんですけどね、これもうポータブル電源ですね。こうなったら重たいし、9万ミリあったらそんなもんかな。そうね、100ワット2万7000円やから、そんなもんか。300ワットでサザンが9万ミリアンペア、そんなもんやね。ああ300ワット使えるってことは、ギリギリお湯沸かせるかなって感じかな。まあこれで一回ご飯炊きたいと思いますなかなかセットが大変、裏話や。これ1本であの動画1個作りますから。よいしょ、とりあえず設定はできた、こんな感じ。あとここでこうやってタイムラプスで、ストップウォッチで測って何分で炊けるか、何ワット出てるかを調べたいと思います。よし、そしたら水を200前後。入れて、よいしょ、よいしょ。それではね、炊飯の方をしていきたいと思います。よし、電源入った、いくよ、よいしょ。炊飯、お、いけるね。どれだけで炊けるかな。90ワットですね。100% から全然減らへん。さすが。300ワットあるからね。300ワットで1時間使えるってやっぱりすごいよね。放置してればいいんだけどな。なんか見てしまうよね。何もできへん。ここに座ってて常にこれを確認してるだけの話。今8分29秒ですね。どれぐらい減った、まだ 95% 残ってますわ。95ワット出てる。20分ぐらいかかりそうやな、これやったら。なんかずっと見てしまいますね。結構かかんねん。23分でまだやってますわ。 86% 97ワット。
それではね、炊けたと思うので蓋オープン。よいしょ。熱っ、熱々や。うおー、綺麗に炊けてる。素晴らしい。よいしょ。あとは保温で。よいしょ、おかず作ろう。ご飯炊けたけど熱っ。よいしょ。76%、25% で炊けましたね。保温中は46ワット。今保温ですけどね。46ワット。なるほど。まあこれなら全然使えるよね。何回でも炊けそう。まあ1合炊けたから十分ですけどね。まあね、ちっちゃいじゃちっちゃいですけどね。9万ミリアンペアなんで、やっぱり重さイコール量、重さイコール容量ですからね。重いのは重いですよ。でも、うん、ポータブル電源とモバイルバッテリーの合いの子みたいな感じかな。でも前作、前のやつはこれがなかったからね。あのシガーソケット、これがあると多少の家電は使えますね。だからこれで、車載冷蔵庫とかも動かせれる。サイズ感だから、サイズはもう12センチ×12センチ。もうここにぴったり収まる。専用ケースあるからそれに合わせる。これででもキャンプ場でご飯炊くかいだ、どうなんでしょうね。焚き火やってる、やるんやったら、まあ焚き火しない時に使えるのは使えるかもということでした。